私の刃は一撃必中、かわせるとか思ってんじゃねえぞ。私の刃は一撃必中、かわせるとか思ってんじゃねえぞ。私の刃は一撃必中、かわせるとか思ってんじゃねえぞ。つまみだぜ、その勇気、その力。新超究極キャラダーインスレイブのステータスこのようになっております。はい、まずですね、うん、アビリティに超アンチダメージウォールと、うん、ゲージでアンチ減速壁持っておりますので、はい、近畿28の僕に行けるアビリティセットとなっております。はい、そしてゲージでカウンターキラーかっこラック所持しておりますので、うん、運極にした際はカウンターキラーと同じ効果を得られるということで、だいぶここでもね殴っていくことができます。うん、そして友情コンボが超強ヨーヨー弾、うん、こちらもね今回マリステンで買っていただいて結構強力でした。うん、そしてストライクショットが反射タイプになり、触れた敵を HP 吸収状態にする、うん、ターンが12ターンで打てるストライクショットとなっておりまして、うん、こちらね新 SS となっているんですけども、はい、まず自身が反射タイプになるので、うん、ハマっていきたいところとかで SS 受けるとカタカンとハマることもできますし、触れた敵の HP も吸収してくれるので、はい、HP 管理もできたり、しかもアビリティでドレイン S も持っているので、かなりね HP の面でもだいぶ活躍してくれるダインスレイブとなっております。他にもおすすめステージはこちらとなっております。ダインスレイブですが、超究極をクリアすると、うん、超究極風に挑戦することが可能になります。うん、でその超究極風をクリアするとクリアボーナスとしてこちら、イラストが異なるダインスレイブが英雄の証を所持した状態でゲットすることができます。いや、このイラストもかっこいいですね。そうなんですよ、うん、こちらね頑張りたいですね。うん、以上ダーインスレイブ紹介していきました。皆さんクエスト頑張りましょう。それではバイバーイ。